侍に憧れし男、ブーレイ。しょうがない、しょうがない。もうすぐ見つかるやろ。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。イエーイ。前回の編集じゃないや、建築いっぱいやってね、その後でございますが、まだまだね、課題が残されている状況、まあ、少しずつ進めていければなと思っております。こちらのチャンネルは、マイクラフト動画を年末年始のほぼ毎日投稿しているチャンネルでございます。私が中野翔マグニー以後、お見知りの協力しくお願いいたします。今日はですね、もちろん、やっぱ建築を、進めていきたいなと思っております。で、ここも撮っちゃうかも、これね。ここも全部石にしちゃうから、ってことで。本日もやってまいれば、ショータン。資材は山ほどあるんだよ。だろ？結局だからこういうことだもんな。ああ。ほ。これは燃えないようにここを石に変えてるわけです。そうだな。2階の方もある程度仕上げて、ちゃんともうね、2階をこう行き来彼らにしていただけるように、しようかなとも思ってんですけど、まあそうなるとね、新しい村人増やした時のさ、就職が結構大変そうな気もしないでもないという。うん。ガラスが足りん。ダダクゼ。とかこれぐらいにしといてやる。やばいな、ここ村人だらけになってるな。焼肉かと思ったけど、ちょっと待ってね。せっかくなので、ホッパンをたくさん作ろう。そうだ、あと彼の名前もね、ネーミングしないといけないね。もうアンケート出てるよね。あ、動いてるね。よし。あー、全部いったね。あーしゃーしゃーしゃーし、いいぞいいぞ。で、ここにね、流していきたいのよ。なのでもうね、ホッパーだらけ。鉄がたくさんあるからできる荒技ですな。あとはここに砂を放り込んで、じゃあもう気づけば焼けてると。そうだね、ちょっと回復しようかな、寝てからね。はい、パツイチ回復。はい、パツイチ回復。平均治療がこうやってる間にもガラス焼けてんじゃないの。全部まだここだ。しょうがない、しょうがない、それはしょうがない。ちょっと待って、じゃあもっと砂取るか。あんまり砂ないじゃないですか、ここ。砂取るの手間だな。時間かかるし、すっげえ手間だな。あれ、守護神は？あ、守護神ちょっとヤバンベじゃん。ボディヤマベじゃん。お前は？セコム減ってねえな、お前。セコムしてる？じゃ、せっかく鉄あるから、もらっていくわ。で、君を成長させよう。レッドストーンをくれ。うん。いいぞ。ウサギの足は持ってないぞ、俺。どうだ？どうだ？おし、達人になっ。私が求めてるのはそれじゃないの。ん？なんかこんなところにゴーレムがいる。村人一人連れてって。そうなんですよ、一人ちょうどいなくなってたので、これで就職 できましたね。どんどん成長しろ。くっそー。あのね、名前のアンケート昨日取ったばっかりだったから、もうちょっと待ちますね。もう結果出ちゃってますけど、もうちょっと待ちたいと思います。おいで、今日はね、もう一人村人連れてきたいんだけども、もう圧倒的に足りないものがあります。ブレイズロッドです。もう行くっきゃねえわ。もうだってさ、砂が欲しいんだもん、大量に。私は大量に砂が欲しいわけよ。となるとね、もうそれしかないじゃないですか。やっぱ砂が欲しいんだよ、俺は。いちいち掘らなくてもいいようにしたいんだよ。ガラスなんてたくさん使うじゃないですか。建築にも使うしさ、気候作るにも使えるわけだからさ。ネザーゲートの中は、もう行くしかないのよ。要塞なんか、おそらくというか、すぐ見つかると思うんだよね。そうだな。あんまり離れたくないな。今後のこと考えて、向こう側ね、あっち側行ってないじゃん。で、こっち側結構進んでるのよ。だから、あの上登りたいね。ここはもう行ったでしょ？この辺りも行ったんだけども。で、上から見たいね。その方が多分、いいと思うんで。あ、ちょうどいいね、おい。もう、テンポよく進めていかないと、発展を望めないわけよ。やろう！まっすぐは進んでると思うんだよな。だから、
今いるとこはもうすでに読み込まれてると思うんですよね。チャンクごとに読み込まれると思うんで。どうなってんだ？こっちか。わあ、見て、そうそう、あそこをね。私がやられたところね。あそこまではだから読み込んでるよ、ということなので、もうちょっとだけ先進もうよ。ガストはちょっと面倒だな。ガスティはすげえ面倒。おっと。はい。おい、フラエ、こうだ。こうだ。いって。消えた。あ、普通に降りれた。危ねえな、もう。ここまでは来てる。で、ついでに、もらってく。ね、せっかくネザ来たんだから。ついでにもう見つけたらとりあえず掘って今幸運で掘ってますからね皆さん大丈夫ですからねマインクラフトの中で非常に入手難易度の入手難易度というか入うんそうだな難易度で合ってるか入手難易度が非常に高いウォーズはねしっかり稼いとかないとこんなにあの静かなネザーもね最後なわけでしょだからもう静かなうちにさ見つけときたくないブレイズロッド要塞を探すのよ完全にさっきのガストはもうデスポーンしたんだなそうだねジャバはデスポーンがあるからね。総合版は確かデスポーンしなかったもんね。嘘早いのよもう何なんだよ早すぎるよもうすぐ見つかるやろもうカットしようかな、もう。見つけてなかった手にしようかな、もう。何なん、マジでこのワールド。イージーすぎんかでもやっぱり、あれですね。その要塞なんてすぐ見つかるんだね。ほら。結構な広範囲であるんだよ。多分、外で言う村と同じぐらいの。確率じゃないかな今で言う。昔は村はもっとね、見つかりにくかったと思うけど。おう、ここの要塞はもう回ってもいいよな。ゾンビピックマンがついに、皆さん、いなくなってしまいます。なんだかよくわからない立ち位置でしたよ。確かにね。豚が雷に撃たれた、あ、そこられた。豚が雷に撃たれたら、ああ、なったとか、うんぬんとか言ってましたけども、イエーイ。まず、ネザーの中に豚いねえじゃんみたいな。設定おかしくねみたいな感じしませんでした皆さん。してたんだけども、ついに、そこに意味を見出すということで、ネザーの中に住んでるピグリンが、ネザーボート、ありがとうございます。ゾンビ化したのが、ゾンビピックマン。ピグリンゾンビになるのかな名前は、ちょっとわかんないけど。やべ。あー、まずい。こっちか。よし、見つけた。ん？あ、なるほど。隣にもあるのか。うん。気をつけろ。あぶねあぶね逃げろ。はい。やめてください。お願いします。あのさ、ハードだからかなんか、わかんないんだけど、攻撃入れたらさ、普通、ひるんで炎状態を解除するはずなんだけど、しないね。20個で、パウダーが何個作れるんだ ?40 個か。パウダー40個もあれば大丈夫だね。あかん。マジ強えな。新しい装備をさ、作れっていうさ、振りなんじゃね？わかった。やばい。なんで装備？やばいよ！お兄さん！醸造台も作りたいの。新しい村人迎え入れるから。ダメだって。よし。わかってる。わかってる。めちゃくちゃ湧いてる。もう2、3体倒しときたい。やばい FPS で身につけたこのヒット&アウェイ方式をダメルナ痛みにまっやばい間違えたくーハードがハードすぎるんだけどよしもういいなこれもういいな22個取ったじゃあなもういいここには用はねまた改めて来るよかったねでも近くにあってほんとすぐ見つかったですもん一瞬で見つかったもんなほんとさこれハードモードでさ初期の状態でさネザーなんか来てさ要塞を攻略しようって考えようもんならさ、地獄だね。なんかやれる気はしちゃうんだけど、大きな勘違いだよね。きっと無理だよね。ただいま。まずは醸造台だな。あと二人は欲しいぜ。こうしといて、で、ベッドも二つぐらい追加しときたいよね。じゃあ連れてくるからな。アンデッド特攻2。うわぁ、使えねえの持ってんねえ。めっちゃ割高になってる。怒ってんじゃねえよ。俺、こいつにやられる？もしかして。
違うか、ゾンビずっと見てんのか。修繕の子がいればいいよ。めっちゃぼったくってくるじゃんこいつらよ。さも俺が悪もんかのような目で見やがって。悪かったよ、確かに俺が悪かったんだが、危なっかしいので、このマグマのとこがね、危なっかしいんで、はい、でこうしといて、そう、師匠のやり直しだなこれ。師匠はリセマラかけんとダメだろ。どの人がいなくなったの、耐久さんもいてよかった。耐久さんと修繕があったら、まあ、とりあえずなんとかなると思う。じゃあ次の村人連れてくるからな。おそらくまた師匠になる可能性はありますけど、もうそれはしょうがないです。やべえな、あいつこっち来ようとしてるんだ絶対。おい、よっしゃ。他の村人がこうボートに乗ると非常にまたさっきみたいな事件になってしまうので、離れて、ある程度離れて、よし、確実だなって時に、やっていこう。よし、じゃあ育てるぞ。あなたは、あれを出して、エンダーパール。もう、終わり。おい、新しい村人連れてくるぞ。これだから3人目連れてきてるから、ベッドの数が足りないから、こうして、ほっ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 、いた！いた！なんだよこの ID みたいなの、何この出てん、経験値120 くそ、このゴーレム滅殺やな、もう完全に舐めやがって。おい、まだ、おわてぇ、あ、師匠になった。ほんと師匠になっちゃったのね、ネズミ。うん、あ、